皆さんこんにちは。ファンキーサークスプレイヤーの藤野美由紀です。今日は以前ご紹介させていただいた台湾の音楽事情という動画から、台湾の楽譜がとてもユニークだ、面白い、どうなってるのというご意見をたくさんいただきましたので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。ただ今回の内容というのが、メジャースケール、すなわちドレミファソラシド、これに 1,2,3,4,5,6,7,8 という番号が存在するということと、例えば C のメジャースケール、 G のメジャースケール、 F のメジャースケールという12個のメジャースケールがありますよということを、ご理解していないとちょっと分かりにくい内容にはなりますので、今回の内容を中級者向けとさせていただきました。ただ本来の、テーマというのは台湾の音楽事情と日本の音楽事情の違いという、目的ですので、ぜひ初心者の方もね、見ていただけたら嬉しく思います。そしてメジャースケールドレミファソラシドということはね、どういう存在なのかということもちょっとずつでいいです。少しずつ知っていただければ、今後のお役にも立てるかと思います。ですので、今日はそういった内容で進めていきたいと思います。それで台湾の楽譜といってもですね、私が知ってるわけありません。ということで今日は台湾からファンキーサックスプレイヤートムさんをお招きいたしましたので、トムさん、ね、お招きいたしましたので、そちらのトムさんに解説していただきましょうね。さくらちゃん、はい、トムさんの演奏ってどんな感じなんだろう、どんな演奏をされるんでしょうという興味のある方はですね、ぜひこちら、ね、トムさんの YouTube、チェックしてみてください。さくらちゃんも気になる、あれ言っちゃったそれでは行ってみましょう。 From 台湾、お呼びしましょう、トムさんです。どうぞ。イエーイわー、はい、皆さんこんばんは。それでは皆さん、こちらを見てください、はい、これが台湾の楽譜です。で、今台湾のって言ってるんですけども、これはもちろん中国でも使っています。はい、これについて解説していただきたいと思います。皆さんこれね、どういうことなんでしょうね。これちょっと数字だけしか書いていない、リズム譜ってどうやってわかるんでしょうかね。その辺ちょっと解説してもらいましょうか。Mi, mi, 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 one, three, four. Re, mi, mi, re, do. はい。ね、これもう一回解説しますと、この番号っていうのは、要は、ドレミファソラシド、1,2,3,4,5,6,7,8 のことなんですね。で、3,3,3,3 っていうのは、ミ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 ですね。で、2,3,3,2 っていうのは、レミミレドあワンドド1ね。その数字での音階っていうのはなんとなく私たちも12キーのメジャースケールを練習していれば理解できるということなんですけど、一番ちょっとわからないのはリズム譜なんですよ。うん、yeah, how to read. はい、We can see the我们可以看数字底下的线条。数字の下の線を見ることができます。ああ、イエスイエス。この線ですね。
これでリズムがわかる。half beat。あ、これは、はい。八分音符だそうです。はい。今、one line。お、yes, yes。da da 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 one and line here and the center, yes. お、oh.。Continue me. Da la 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 one two the set. Connect. 多分タイ、タイですね。タイ。はい。タイ。ドゥ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 。わあ。なので、yeah. これはタイを表します。へえ、すごい。何これ。面白い。は。要は。真ん中の、センターライン、この真ん中に棒線が来ていたら1、2、3、4か2拍分伸ばしてください。はい、すなわち、はい、ミミミミ、これが8分音符でデレレレレミミミミ、はい、はい、おお、だそうです。すごーい、すごい。すごい。ちょっと待って。じゃあ、じゃあ、2、3、3、2、これに、下線がついてます。あ、1もありますね。2、3、3、2、1。で、2、3、3、2に、ワンラインが、ワンライン、1本の、下線が来てるので、私読んでみます。2、3、3、2、レレミミレド。おお、すごい。And if this part is mute, stop. おお、いや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 。休止符。休符。Yes, yes. 休符。And 休符 is zero. Careful. If this zero. 3330. What mean? 33 is me 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 me. 渋給付だそうです。はい。If one line.If one line and zero. If one line and zero. 8分9. And here. Here is need to 2 bit. Right? Oh, yes, yes, yes. Yeah, yes, so yes. Here. Yeah. We will write. Yeah. 面白い. We will write this. Here. Eh? Eh? One and half. One and help. One? Me, 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 me. え、え、すごい、何これ。Me, me, 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 me. Let me, me, let go. Yo, one and help. Ah! Yeah. This me? Ah, so, 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 so. 普天四分音符です。そう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 。数字の3に点がついてる。そう、だから台湾の人たちって、12キー、12キー、うん、を常にこう練習してるんですかね。ちょっとじゃあその辺も聞いてみましょう。あなたも12キーをたくさん練習しましたか ?About major scale.12 major scale. 你也在里面练习了很多东西。Ah, yeah. 12 key, 私 OK. Yeah, 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 yeah. じゃあ、ちょっとトムさん。はい。このね、楽譜、うん、一回吹いてほしいな。うん。OK? OK. まずじゃあ、オーソドックスな C で。お、C? C。B flat. Oh, B flat. So, I can play
12 key, right? Do 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 do. Oh! One more. F sharp. F sharp? F sharp. Wow! じゃあ G インジインジおお、はい、じゃあ12キー、okay、 12キーはい、はい、とにかくこれ番号で12キーで練習してねというおっしゃってます。何I can, we read this chart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 12 key. Only use one paper. Yeah. はい。Can use this. おー。なので、やはり私たちもですね、まあ、あの、五線紙ね、普段の、五線紙を使う私たちも、この12キーで練習するっていうことは本当に大事なことだなとね、今改めて思いましたけどもね。これって、あれですかね。トムさんは、5ライン、above 5ライン。五線紙も読めるのですよね。Oh, yeah, so. Yeah. 五线谱才是根本。五线谱が基本だ。はい。基本は五线紙っていうのが、五线紙 must。もう絶対で、で、これがあると。で、これはさっきね、ちょっとお尋ねしたんですけど、これはなんで、何のためにあるんですかって聞いたんですよ。そしたら、あの、シンガーの人のね、仕事なんかの時に、やっぱこの楽譜ね、渡されるんですけど、そのシンガーの人が、ちょっと今日は喉が痛いから、一つキーを下げてくれっていうことも多々あるので、その時に、この楽譜をポンと出して、この、番号で考えればもうそれでそのこの1枚でどんなキーでも、うんシンガーに合わせて演奏できますよということなんですよね。すごいですね、うん、すごい、うんうんうん、すごい。これはだからこれね歌詞の上に書いてあるんですよ。だからシンガーの人も、ね、みんなバンドの人たちも全部同じものを見て演奏できるっていうことなんですよね。はいはい、ね、うんうん、これはあれなんだ、中国から入ってきたのかな、from China。ああ、you mean number originally、this the originally the number charts number chart Taiwan invent。今知りました。このチャート中国でも使われてますけど。中国が発祥じゃないんです。台湾が最初にこの書き方をやったそうです。それが中国、マレーシア、シンガポール、香港、はい、マカオにこう広がっていたそうなんですね。面白い。はい、面白い。文化を。まあ、基本的には、ちゃんとこう音楽をやっていくにあたっては、五線紙を僕たちもちゃんと勉強していますということを言いたい。ですよね。ね。はい。ね、このようにね、なんか、いろいろこうお話ししてると、台湾と日本の、音楽のこの文化の違いとかって、結構いっぱいあって面白いこともね、まだまだ他にもたくさんありますので、ね、これちょっとシリーズ化して、うん、うん、どんどんちょっとこう、情報発信していきたいなと私は思っているんですけどもね。はい。Can you cooperate? はい。Sure. もちろん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや私、台湾タムさん。我是瑞文。
Was she living in? おお、すごい。合ってる？合ってる？合ってる。お、やった。合ってる。Was she living in? すごい。おー。はい。私は日本人です。はい。はい。Was she Taiwan人？私は台湾人です。Was she living in?あ、今日は嬉しい。うん、いや、私たちもすごく嬉しいです。はい、ね。これからもじゃあ、また日本に、台湾の、はい、音楽のお話をたくさん聞かせてくださいね。はい。はい。はい、じゃあ、今日は、トムさんにお越しいただきました。はい。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。貴重な話です。認為演歌就是向日本学习。女性は。喂。Sometimes 時々このトランスレーターおかしなこと言うんですよ。今何？なんかめちゃくちゃな文字が出まして、虚勢は日本に学ぶことだと考える。虚勢？虚勢？